どうも皆様、こんにちは。グリードです。さあ、今日は BO4 のベータを取っていこうと思います。使う武器は、ベスパー的な SMG。とりあえず、この武器めっちゃ強いですね。初期 SMG か、この3番目のベスパーの SMG はとりあえず強い。で、今レベル31ぐらい ?32 ですね。まあ、ちょこちょこやってきたんですけど、このゲームは本当今までの COG では全然ない感じがする。めちゃくちゃ硬いですね、敵が。1対多数が本当難しいから、1キルしたら引いたり、こう、ヒットアンダーウェイで戦っていかないと、なんかいっぱいいるぞ、あそこ。なかなか連キルが難しい。まあ、イースポに関しては、かなり連携ゲーが加速化しそうという、まあ、本当連携が難しくなりそうですね。こんにちは、スイー。ダメージ負わせた敵は積極的に。ナイス。上に行こうかな、ちょっと。ほいっす。スペシャリストはとりあえずルイン使ってますね。ん?この辺いないかな ?1 階かいるの。うわ、危ない!ギリギリ、ちょっと回り込もうかな。おっと、そこか、次のエリア。この辺は湧いてはなさそうですね。裏取って、1キルして、もう1枚いるね、そこ。この右にいる。ナイス。次左か。オッケー。で、回復してから。しっかり回復してからね。激論にさせたぞ。なんかグレラン投げてきたね。一旦これ逃げた方がいいな。センター大丈夫かな?そっちからやるのはなんか振りそうだから。そう、こっち側からやろう。倒せないか。角が多いな。ちょっとグラップリングで飛び込んでからの打ち切るからの後ろに、どこ行った?敵見失っちゃったな。ここに1枚だけいるね。倒していく。なんか光ってるよ。センサーマインかなんかだね、多分。次のエリア真逆ですね。ちょっと走るか。おお、忙しい。忙しいですね。もう実況が大変だ、このゲームは。で、攻撃ヘリ呼んで。次のエリアは私部屋の中なんで、空爆は当たらないかな。空爆は使わない方が良さげですね。よいしょ。センターから来るんじゃない？そろそろ来ると思う。OK、1キル。ほい、グラビドーン。OK。とりあえずストライクシーンをか。今積んでる最高キルストリック。何ロード?これどうやって呼ぶんだろう。なんか投げるっぽいね。初めて使う。ちょっとエルストをこの辺に。めっちゃなんかエルスト呼ぶとき感度が早かった。感度が早かったんだが。あ、でも3枚抜けた。オッケー、ラッキー。ちょっとセンター詰めてみよう。わあ、一旦逃げまーす。さよなら。お薬ブス。センタークリアリング?敵向こうで湧いてるね。よいしょ、どっちから行く?右から行くか?左から行ってみようか。あー、まずい。倒せるか、これ。ナイスカバー?2階にいるね、それ。2階の敵は。わー、惜しい。わー、もうちょっとエルストライクが呼べそうだったんだけど、ミスったな。うわー激しいわ、このゲーム、本当に。まあ、こっち側から行くと敵と正面からぶつかり合う感じだけど、やるしかないか。練習は終わりだ。1キルして回復 してからね。回復。うえ何だったし。外周も来るのか。かなり細道がね、いろんな細道がいっぱいある。あれ?そこ右来ると思うんだけどな。あ、やっぱ来た。おーっと。オッケー。まだいる。やってくれたかな?オッケー、ギリギリ。お薬打ってから、構えていないってことは左が多いね。あれ?いないかな?この辺。まだ僕の正面から来そうですね。構えとこう。本作、伏せ打ちがめちゃくちゃ弱いですね。
なんか、背打ち小するとね、モーションが入ってね、銃が撃てないんだよね。だから、基本ジャンプ打ちが強いです。なんか、とりあえずぴょんぴょんしながら撃ってれば撃ち勝てるから。あ、敵の戦術マーカー。いいぞ、盾、カバーするぞ。そこいるよね。あれ ?1?2? うわぁ、後ろ。これは厳しい。いやぁ、はちゃめちゃだなぁ。はちゃめちゃで楽しいところもあるけど。これ、FPS 初心者さんとかやったら目追いつけないんじゃないかな、こんなゲーム。実際に僕も追いつけてないもん、時々。あ、これは敵のビジョンパーで位置がバレちゃってるね。これ、一旦逃げた方がいいな。さあ、グラビティスパイクさん溜まったんで、これ1階にいるからやりに行こうか。1階の人、敵のワンちゃんがいる。大丈夫、スペシャリストのね、ワンちゃんね、やばい、逃げる逃げる。うわー、もうこいつ硬すぎて。うわスペシャリストのワンちゃんね、めちゃくちゃ硬いんですよね、ワンちゃんも。だからね、一人じゃね、絶対倒せないから、ワンちゃんが突っ込んできたらね、逃げた方がいい、とりあえず。なんか後ろにワンちゃんいる。やばい。うわー、やった、倒すか。あー、もう恐怖だわ。ワンちゃん恐怖だな、マジで。おっと、敵のガーディアンの盾が置いてある。ってことは正面からはいけないから、横から行くしかないね。おっと、敵のラジコン。やばい、体力がやばいぞ。回復しないと。回復できたから。よし、一旦引いて回復して。もうやばい、左腕注射の跡だらけだな俺。あー、また回復しないと。よし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 。グラビティスパイクちゃん溜まったかな、まだかな。ダメだな、1キルして体力が 100も削られてるから前に行けない。厳しい。とりあえず次ポですね。センターから来るかな次は。おっと、後ろいた。おお、これはミスですね。さあ、あと日に、50点ぐらいサクッと終わらせたいね。通知する、敵のタックルブルービーコンが起動。作戦エリアセンターからも来るのできるよね。あれ、敵のビーコンかな。よく壊しとかないとね。ダブルキル、後ろいる。カバー頼む、やってくれたかな。とりあえずベスパー、まあサイトつけてるんだけど、なんかね、海外プロがサイトつけてたから僕もサイトつけてみた。あんまり SMG にサイトつけないですけどね。なんか置いてあるぞ。まあ見やすくて、めっちゃいい。わーお、グレポン。自爆してるね、敵。大回しのグレポンさん自爆してた。そのぐらいいない？こっちかも。ミスったミスった。はい、正面が多いかなと思うんだけど。オッケー、のヘリか、これ。おー、ここも外周いけるんです。こういう細道めんどくさいね。あー、敵からしたら今の動きめんどくさいぞ、かなり。やばい、薬。オッケー。うん、まあストライクチームを、ストライクチームを呼べたし、まあよかったかな。まあまだベータなんで、まあこれからいろいろアーマーの調整だったりとか、ジャンプの調整だったりとか、おそらく入ると思うんで、まあ、製品版にとりあえず期待ですね。まあ、今のところはこう強すぎる武器とかいろんなのがあるけど、まあ、ベータなんでそこは仕方ないと思います。
というわけで、よかったら高評価お願いします。お疲れ様です。You'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too young, way too much fun.